何ですか。じゃあ頑張りましょう。じゃあ移動長かったっす。意気込みください。頑張ります。気をつけていただきましたね。
ケンスケさんいると士気上がるっすよ、チームが。知ってる知ってる。俺士気上げてんだよ、みんなの。だからチームが明るくなるっす、ケンスケさんいると。分かってんな。始まりましたけど、どうですか。いや、本当にいい施設なんで、サッカーに集中できますし、まあ、家族には会いたいですけど、はい、本当楽しんでやれるんじゃないかなと思います。今日の練習はどうでしたか。まあ、今日初日だったんですけど、本当にオフ分けとも思えないような強度で、まあでも本当にいい刺激入ったんで、まあ明日からまたいいトレーニングできるんじゃないかなと思います。はい、キャンプ中試合も多く組まれてると思いますけど、はい、それでなんか意識することとか、なんか大切にしなきゃいけないことは。そうですね。まあ本当に新加入選手もいるんで、まあそこで本当にコミュニケーションを取りながらお互いの特徴を早い段階でね捉えられればいいかなと思いますし、まあその中で戦術とか、しっかり理解して、まあ開幕戦に向けて準備できればなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れでした。ありがとうございます。いいこと言ってました。俺の最初来た時はなんかお願いしますみたいな感じだったのに、もう慣れた瞬間にね、ないっすか、ないっすかみたいな、やばいっすよこういうの。こんなことするやつなかなかいないよ。まあ、って感じで、いい雰囲気でやれてます。はい、お願いします。おやべ、なんで撮ってんの。そういうとこ、なんで撮ってんの。スカッスカッスカッツ。いや、去年もここだったんで帰ってきたなって感じと、もうこの1年経ったんかっていう気持ちです。違う、あっという間。なんもないっすよ。なんも生まれんすよ、俺は。たぶんどうなりました。はい、こんにちは。今年のキャンプの目標は何ですか。今年のキャンプの目標はとりあえず怪我をしないで乗り切ることと、やっぱ試合が多いんで、試合で目に見える結果を出すことです。チームメイトとの、はい、あの仲はどうですか。チームメイトの仲はやっぱりね、あの今井大輝と糸原っていう同い年が入ったんで、はい、すごい嬉しいですし、後輩にもたくさん可愛い後輩がいるんで、まあ、うまくコミュニケーションとってピッチ内外でやっていければいいなと思います。まあ明日試合がありますけど、はい、その辺の意気込みなんかお願いします。そうですね、やっぱり勝ちにこだわってチーム全体でやっていきたいと思いますし、個人としてはゴール、アシストという部分で、まあ、結果を出していきたいなと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。でした。最近今日グラウンドちょっとあの雨降ってだいぶ泥汚れがついた。手入れは結構自分でいつもやってるんですか。で、まあ、そんなめっちゃするってわけじゃないですけど、でもなんかこう一つの靴っていうか、まあ、こう一足をずっとこう履くの好きなんで、やっぱり汚れだったり傷とかがたくさんできるんで、まあ、そういう時は磨いたりしてます。試合用とかある、まあ、試合用は一応ありますけど、でも極力もう練習と試合も全部本当一足をずっと履き続けたいというか、なんか何足もこう交互に履くことできないですか。なんか理由はあるんですかそれ。多分でも本当小さい頃から多分小さい頃って一足買ってもらって、それがダメになるまで履くじゃないですか、うん、もう本当それの名残というか、もうずっとそれを履き続けるんです。足にフィットしてる感じのやつを、ね、水野とか特にもう本当に一番もうボロボロになってきたやんっていう時が一番履き心地としては最高なんで。こだわりはありますか、スパイクとか。なんか水野をずっと履いてます、本当中小学生の時から、小5小6ぐらいから親がずっと水野を履かせてくれたんで、本当水野以外のスパイクほとんど履いたことないです。今日一日どうでしたか。キャンプ初日から、まあ、しっかり練習、まあ、全員できたんで、まあ、本当に開幕に向けて本当に
インスタとかずっとできてると思うんで、まあ始まったばっかさ、まあ頑張りたいと思います。鹿児島、同じ鹿児島だと思うんですけど、どうですか、なんか雰囲気とか。全然違うなんか海がない、見渡したら海っていう場所だったんで、湘南は。見渡したらゴルフ場でしたまあでもゴルフ好きなんで、こうなんか人が回ってるのとか上からちょっと見て、うわいいなと思いながら、部屋から見えるのはゴルフ場と森だけです田舎だなと思いながら、まあでもそんな寒くないんで、今日も雨降ってたんですけど、まあ快適に過ごせてます。東部屋長寿君なんで、まあイージーですそうですね、結構過密っていうか、結構こう連戦続きで試合入ってるんで、もう本当に怪我には気をつけたい、もちろん気をつけますけど、まあ、でもその中で強度だったり、まあ、チームとして求められていること、監督が求めていることっていうのに対してしっかりフォーカスして、もう合わせられるって今しかないと思ってるんで、全身全霊で頑張りたいなって思います。おやすみなさい。いいですか。ありがとうございました。25杯目です